どうも稲瀬です。今回は静岡県内にある3店舗のラーメン屋さんを紹介していきたいと思います。それではオープニングどうぞ。今回紹介する3店舗は静岡市と浜松市です。では静岡から行きましょう。ここは極上味噌ラーメンが食べられるお店、静岡県静岡市清水区にある一元というラーメン屋さんです。これは自分で味噌の量を決めることができて、味噌をスープに溶かせながら食べていく最高のスタイルです。溶かして飲むスープはコクがあってあっさりした感じでとても美味しかったです。味噌は白味噌とちょい辛味噌、さっき赤いやつですね。ボリュームもあってめちゃくちゃ美味しいお店なのでぜひ行ってみてください。続いては静岡県静岡市の駿河区にあるところです。このお店は麺や栗、豚骨の醤というお店です。5種類のラーメンから決めて食べたんですけど、今回豚骨醤油ラーメンを頼みました。どちらかというとスープはあっさりとした感じで飲みやすくてとても美味しかったです。麺は中太麺でスープと麺が非常に合ってるなと思いました。そして平日ランチ限定で麺が大盛りになったりできるので結構お得なメニューもあるお店です。テーブルの上には秘伝のタレやニンニクなど様々な調味料があるので自分好みに合わせて食べることもできます。またメニューも豊富なので次これ食べようかなとかって思ったりするのもとても楽しいです。駐車場も入りやすくて便利だと思いますのでぜひ皆さん行ってみてください。続いては静岡県浜松市にあるお店、豚骨ラーメン一円というお店。浜松で豚骨を食べたくなったらぜひここに行っていただきたいと思うほどのお店でした。店内はこんな感じで結構広々としていて、今回味噌豚骨を頼んだんですけど、スープがくどくなくてすごいしっかりとしたコクのある豚骨の味噌で、麺は細麺でとても食べやすくて、チャーシューも柔らかくてとても美味しかったです。しかもこのラーメンは無化学調味料で体にもとてもいいんです。店主はもともと家系に勤めてた経歴があって、自分ならこうするなーっていう考えで生み出したということで家系ラーメンだそうです。このチャーハンもとてもパラパラしていて美味しくて、皆さんぜひ行ってみてください。今回の動画いかがだったでしょうか。このような動画をたくさん出していきたいと思いますのでぜひチャンネル登録お願いします。